んにちは、ユアーズです。今回はヤリスクロス専用純正間接照明交換 LED のご紹介です。この商品は室内ドアノブ、センターコンソールの青白い間接照明を明るく鮮やかな光へグレードアップさせるアイテム。専用設計なので純正と交換するだけ、取り付け後の後付け感も一切ありません。カラーはホワイト、ブルーから選択可能です。車内の雰囲気をガラリと変え、ナイトシーンを華麗に演出してくれます。運転席側から作業します。スイッチパネルの隙間に工具を入れ、内張りはがしを使って浮かせパネルを外してください。スイッチパネルに接続されている2箇所のコネクタを外します。コネクタはロック解除部分を押しながら引いて外してください。カバーを固定しているビスを外します。カバーを手前に引いて外してください。工具を使い純正 LED を外します。純正 LED のコネクタを外してください。交換 LED を取り付けます。コネクタに交換 LED を接続してください。交換 LED を元の場所に取り付けてください。外したパーツを元に戻します。カバーを戻し、椅子で固定してください。スイッチパネルにコネクタを接続し、取り付けてください。ナビ下側のカバーを内張り剥がしを使って浮かせ、手前に引いて外してください。スタータースイッチがついているカバーを手前に引いて外し、コネクタを外してください。助手席側のカバーを手前に引き外してください。スイッチパネルを左右から内張りはがしで浮かせ、手前に引き外してください。純正 LED を外します。純正 LED を半時計回りに90度回転させ外してください。純正 LED のコネクタを外してください。交換 LED を取り付けます。コネクタに交換 LED を接続し取り付けてください。外したパーツを元に戻します。助手席側のカバーを戻し、スタータースイッチがついているカバーを戻します。ナビ下側のカバーを戻して作業終了です。明るく鮮やかな光で車内の雰囲気がガラリと変わりました。純正と比べてとても明るくなりましたね。ヤリスクロスにお乗りの方、ぜひお試しください。この動画が参考になった方はグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。